どうも、オナです。私はですね、今羽田空港の第3ターミナルに来ております。今ですね、結構遅い時間でございましてですね、はい、9時37分でございます。夜ですね。というので、前回ね、ベトジェットで東ティモール、最終的には行きましたけれども、今回はですね、またちょっと深夜便で、とあるとこと言いますか、もうね、もうサムネに書いていると思いますけれども、新たにですね、就航いたしました。そう、羽田空港からグアムね、ユナイテッド航空が飛ばすようになったんですよね。はい、23時55分グアムと UA848 便ですね。こちらがですね、7月から就航ということで、今回早速乗ってみようかと思っております。もちろんですね、ユナイテッド航空でね、グアムっていうのは過去に何度か利用したことはありますけれども、まあかつてはね、 JAL とか ANA もね、たくさん飛ばしてたグアムでございますけれども、今はまあ JAL はわずかに成田空港が飛ばしてて、まあユナイテッドはね、関空とか名古屋とかね、あとね、関東だとね、成田空港からいっぱいね、便飛ばしてるんですけれども、まあ、今回羽田空港からね、まあ行けるようになったということで、これはちょっとグアム好きには嬉しいですよね。ちょうどユナイテッドの航空のカウンター見つけたんですけども、今2時間ちょっと前とかなんですけども、もう誰もいないとか、なんかちょっと静かなですね、カウンターになってますね。まあ、ユナイテッド航空は羽田空港と成田空港を拠点にしておりまして、まあ、どちらからもそこそこ飛ばして、どっちかというと成田のが多いのかな、うん、でも羽田空港からもね、いろいろアメリカ本土に飛ばしてたりとかしております。ということで、まあ、もちろんチェックインできると思いますので、今から早速ですが手続きしてみましょうか。もう最近はエコノミークラスね、まずは機械でやってくれっていうところが多いので、まあ、ちょっとやってみましょうか。できるのかな、というのでタッチしてチェックインというので、グアムを結構前回家族で行ってから、まあ、今回一人なんですけれどもグアム男一人旅ということで、はい、行ってまいります。ということで、なんとか入力できました。結構時間かかりましたね。滞在先とかもそういったところも必要なんで、というので11時55分夜出発で、朝のね4時45分、まあ、朝の5時に着くということで、まあちょっとね、大変ではありますけれども、弾丸でも旅行できるような日程フライトなんでいいですよね。羽田なんで仕事終わりでそのまま次の日グアム行くぞみたいなできるんで、これはいいですよね。というので、じゃあちょっと座席も見てみましょうか。はい、ということで、あ、ビジネスは満席なのかな、まあ、今回はここのエキストラレッグルームっていうのをですね、50ドル払ってちょっと取ってみましたけれども、エコノミープラスです。いつもここら辺取ってるんで、あ、ということはあんま人もいなさそうですね。どうだろうな、うん、ということで、じゃあ、まあこれで行きましょうか。はい、じゃあ一応荷物も、あ、まあ機内持ち込めるんですけど預けましょうか。はい、よし、ということでチェックインしました。人も手続きしてあげると誰もおらずということで、はい、どちらでいらっしゃいますか。グアムです。はい、パスポートだけ確認でお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。特に中にマッチやライターや、あ、ないです。はい、これものもないですかね。はい、ありがとうございます。座席窓側エコノミープラスですね。はい、はい、大丈夫でしょうか。了解です、大丈夫です。はい、じゃあ荷物はこちらお一つお預かりします。はい、了解です。はい、ラウンジって ANA ラウンジが使えるんですかね。スターアライアンスゴールドなんですけど、そうです、はい、失礼しましたね。了解です。はい、110番のあたりですね。110番ですね。はい、この ANA のラウンジですね。ご搭乗券でお入りいただきまして、わ、はい、かりました。ゲートまでが10分くらい歩くんですけど、はい、大丈夫です。はい、しました。はい、どうもありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、よし、ということで荷物も預けました。人もいなくてすごい親切。はい、ということで改めて登場こちらですね意外と 人が少なくてびっくりだな。今が多分一番時間多いと思うんですけどもね、うん、よし、じゃあちょっと両替してから出国しましょうか。はい、じゃあ行ってまいります。59円か。ちなみに最近ね、まあ、レートはねちょっとあれかもしれないですけどもね、ここのみずほ銀行で両替おすすめです。というのもね、もう1ドル札もね全然嫌がられずに、もう17枚とか今回もくれます。そう、多分ね言ったら27枚とかくれると思います。1ドル札も細かくね、いただけます。ピン札ですし、夜もバリバリ営業してますし、おすすめです。まあ、場所によってはね結構1ドル札はねちょっと数限りがあるんでみたいな感じで言われることも多いんですけれども、やっぱり大手は違いますね。ということで、ここはおすすめです。ということで、羽田空港第3ターミナル使う方はちょっと
利用してみてください。まあ米ドルであればね、レートはねどこもそんなに変わらないと思う、変わらないんでね、まあ、チップとかそういったの合わせて持っていきます。無事日本出国しました。というのでもう夜の10時ですけれども、これだけお土産ショップとかもね、人が、まあ、主にやっぱり海外の方ですけども、いやインバウンドですねということで、ね、やっぱりドルも高いですからね、ということで、今回もちろんね、ラウンジも使うことができますので、エコノミーでありますけれども、スターランスコールでございますので使うことができますので、はい、ANA ラウンジですね。まあ時間もあるんで寄ってみようかと思います。ここですね。ちなみにダイヤモンドはもう私3月で終わっちゃったんで、残念ながらスターランス、普通の ANA ラウンジですね、そちらが使えます。結構混んでますね。すごい人や。カウンター使うか。あ、すいません、とろろわかめそばいただけますか。はい。はい、ということでこんな感じで夜そばでございます。はい、でちょっとまあね、グアム、はい、見ておりますけれども、東京からグアム、カムム、グアムですけれども、はい、こんな感じで、ね、ユナイテッドがもうめちゃめちゃ飛ばしてるんで、ね、これ週末 の, とある日なんですけれども、こんな感じで、はい、5万円とかで行けちゃいますね、うん、だからこれとかいいと思うんですよね。だから今回乗る朝着いて、さらに帰りの便もいい感じなんで、もう完全に多分日本人のためのフライトっていう感じで合わせてますね、うん、まあ、次の日ちょっとね会社とか学校あれば大変ですけども、まあまあまあこれでもうでも有給とか使わずに行けちゃうっていうんで安いですよね。おすすめです。はい、ということで一応ねユナイテッドマイルとかでも取ることは可能でございます。これエコノミークラスです。成田便もね結構ね1日3便か4便飛ばしておりますし、うん、すごい頑張ってます。他にも福岡とかね、関空、名古屋もありますし、羽田便が5月から始まったって感じですね。羽田の ANA といえば第2ターミナルからもね国際線出るようになりましたけれども、まあ、そこもラウンジがあってこっちもねラウンジ、まあ、ちょっとずつ変わってますね羽田空港も、ね、まあ、でももちろんねタイ航空とかそういったのは第3ターミナル使ってるんで、引き続きここのラウンジも残しておくって感じですね。ちょっと中途半端といえば中途半端な運営になっているとも言えるかもしれないです、うん、まあでも仕方ないですよね。そばありがたい、カレーもいいけど、わかめとろろいいっすね。まあじゃあちょっとここで休んでおきましょう。はい、それではですね今からですねゲートに向かいます。ということでユナイテッドのねニューアーク便ありましたけど、これつらいね。午後15時50分出発で23時30分ということで、いやお疲れ様です、はい、いや自分もこれ 5時間6時間遅れなら辛いですけど、まあ、ならないことを祈りますもう一番端っこですね、144番ゲート。はい、ということでちょうど来ましたね。はい、こちらになります。まあおなじみの、はい、737でございます。まあ今までは、ね、でも成田空港でずっとお世話になってたんで、羽田空港で行けるのはちょっとやっぱ新鮮ですね。ということでやっぱり 2,30 分遅れるよね今お客さん降りてるから、清掃も入ってるということで、うん、まあいっか。ということでパイロットが乗り込み中ですね。
はい、それではですね、あの動画はですね、楽しく見ていただいておりますでしょうか。まあ、ちょっとね、あの前回の動画でもお伝えしましたけれども、直近ではバタバタしておりまして、あのまた夏に向けてですね、いろいろですね、あの海外、あの前回は東ティモール行きましたけれども、いろんなところ行こうかなというふうに思っております。ハワイもまた行きたいですね。というので、またちょっとね、まあ、年内かなぐらいにですね、ちょっと大きな、多分環境がまた変わるんじゃないかなみたいな感じで、自分自身のね、あのちょっとそんなこともあったりとかするんで、またぜひ、まあ落ち着いたらね、あのそこら辺発表できればなというふうに思ってるんですけれども、あのマイペースにあのやってまいります。ということで、まあ、今回ですね、いつもお世話になっておりますノード VPN のですね、あのちょっとご紹介をここでさせてください。今ですね、あの2年間プランとかつ4ヶ月ね無料プラン、これくっつけてですね、非常にお得なですね、私とノード VPN、はい、やあのキャンペーンやっておりますので、ぜひですね、あのちょっとね、あの前から気になってるよとかですね、あのあまり今まで意識してなかったよって方はですね、概要欄ですね、ちょっとリンクもからですね、ちょっと申し込んでいただいて、もうそれがあればですね、もうパソコンでも、あのスマートフォンでもですね、VPN 使える状態になって、まあ、こうセキュリティっていうところですね、あの高めることができますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まあね。というのも、あの今ね、ちょっといろいろね、確定申告の書類とかね、そういったところをですね、ちょっとね、こうまとめてあったりとかちょっとしておりまして、最近まあこうね、e-tax っていうので、まあここ数年ですね、出してたんですけども、あれってなんかこうね、ハンコ税務署のね、あのないといけないということでですね、今までまあそれをコピーして、まあこうなんかローンとか通すときにまあ申請とか必要でしたけれども、最近インタックスでこうなんかやってるから、それってどうするんだろうみたいな感じで思ったんですけども、もうマイナンバーカードでね、まあ認証したらこうね、パソコンでログインできて、そっからもうあれなんですね、印刷ってできるんですね、確定申告の控えとかね、すぐにね。いや、これ便利ですよね。いや、今までなくさないなくさないように、こうね、冊子とか、あのね、クリアファイルとかに、ね、もう大事に入れたりするんですけど、まあ、それもね、私ね、おっちょこちょいなんで、どこに入れたっけみたいな、なくさないように入れたやつが逆にどこかわかんないみたいな感じのこともあったりとかしたんですけども、もうそんなこともなくですね、ちゃんとまあ、こう、パスワードとか、あの、しっかりまあ、マイナンバーカードなくさないようにすればですね、まあ、そのようなことができるということで、素晴らしい、うん。ということで、まあ、そんな感じで、もうインターネット、時代ですよ、世の中はね。もう何でもかんでもね、これからまあ便利になっていくんでしょうね、さらにね。ということで、まあそういった中でやっぱりね、こうパスワードとかね、こう入力する機会ってめちゃめちゃ増えてると思うんですよね。ね、あの管理するやつとかもね、ぜひぜひあの皆さんもね、そこら辺しっかりしていただきたいということで、まあ VPN で使って、まあこうパスワード、漏洩とかね、そういったところを防いで、あのさらにね、ノード VPN、いろいろプランによってはですね、こうパスワード、管理ツールみたいなのもありまして、それも私もしっかりあの使っておりますけれども、ね、そんな感じでパスワードちゃんと管理して、ぜひぜひ、まあ、インターネット、ね、環境を整えて、あのまあ、この便利な世の中をですね、ちょっとね、生き抜いていきましょうということで、私としては、まあ、こういったのはね、すごく便利と思うんで、まあ、最近ちょっと年を重ねてね、あの難しいなみたいなことも増えてはきて、めんどくせえなみたいなことも増えてきてるんですけどね、いやいや、そんなことなくね、あのしっかりインターネット環境をね、整えて、まあ、その時にはやっぱりぜひ、ノード VPN 使ってください。というので、今ですね、私とのコラボキャンペーンということですね、2年間プランでお得なですね、あのプランをですね、用意して、プラス4ヶ月追加であの期間が増えるというですね、超お得なですね、キャンペーンやっておりますので、ぜひぜひ概要欄にですね、そのリンク貼っておりますので、あのそこから申し込んでいただければですね、私たちも嬉しいなと思います。ということで、まあ、こんな感じで引き続き、またぼちぼちやってまいりますので、よろしくお願いします。ということで、また本編お楽しみください。どうぞ。はい、ということで今回はグループ1でございますね。では今から始まりましたので取り込みましょう。ほう、というので真夜中の羽田空港ですけれども、そんなには遅れてないね。Hi, welcome. Oh, thank you. Did you need a water? Hi, welcome. ここからがまあエコノミーで、前方がエコノミープラスですね。で、11です。
こちらの座席になりまして、エコノミープラス、まあ、50ドルの、ね、価値はあるのかって話ですね。まあ、前方かつちょっと足が広いみたい、まあでもほんの気持ちぐらいって感じですね。まあ、プレークを期待して、ね、乗ったらちょっとがっかりするかもしれないですけど、でもまあまあ前方はいいですね。結構空いてますね。まあここら辺は誘導席なんであるんですけど、後ろもまあまあ、でも後ろは結構埋まってますね。だからやっぱり50ドルの価値あるかもしれないですね。もう横にも慣れもそうですし、いいですね。まあ満席なればね、あんまり、ね、うまみはないかもしれないですけども、というわけでもう機内は、まあ、お客さんがほとんどグアムの方、白人の方が多くて、うん、日本人の家族連れの方もちろんいらっしゃいます、うん、けどもそんなには多くないですね。3 hours and 9 minutes of flight time. Weather in Guam. It's looking currently winds out of the east. Good visibilities. Mid scattered clouds. Temperature 19 degrees centigrade and at 66 degrees Fahrenheit.はい、ってことかおなじみです。こんな時間だ。日付も変わってます。Welcome. We're excited to have you aboard. And we appreciate your attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. FAA regulation requires you to follow the instructions of our crew member.Comply with posted flight signs. If necessary, an oxygen mask will drop from above your seat. Thank you and enjoy your flight. やっぱ羽田からやっぱりグアムに行って便利ですね。けどね、まあこの枠もね、こうハワイアン航空がもともと持ってた枠、まあ、羽田でめちゃめちゃ人気なんで、これでまあ。このね、まあ、ユナイテッド航空が、まあ、グアム便飛ばすことになったっていうですね、ユナイテッド航空からすると、ね、あのめちゃめちゃ嬉しいですね。あれ多分羽田、ね、飛ばせるのは飛ばしたいと思うんで、ただやっぱりただお客さんがそこまで乗ってないっていうね、うん、こんな感じ。まあまあ今日は土曜日夜出発ということもあるかもしれないですけど、まあ、金曜とかだったら遅いですけど、というわけでとりあえずあのもう動いておりません。離陸です。まあ、滑走路はちょっと混んでるみたいですね。羽田空港すごいな、こんな夜でも忙しいですね。まあ、こんな感じで新しくはないですね。ディスプレイはありますけど、これでチャンネル変えてって感じですね。まあ、フライトマップ見るとそれ、まあ、全くないよりはいいですね。みたいな、まあ、グアムは、ね、近いんでね、まあ、深夜便でもちょっと睡眠時間が足りないみたいな、ありそうですね。離陸いたしました。まあ、私もメガネ入れということで、もうこんな時もう1時とかですからね。まだシートベルトサインは、ね、あの消えてないんですけど、眠いです、正直。まあでも、まあ、というので、ね、ただ、まあ、LCC ではないんでね、まあ、良くも悪くもあの、ね、機内食の提供っていうのもされると思うので、まあ、待っときましょう。はい、ということで離陸しておりますけれども、あの知らないうちにもう機内食配ったみたいですよ。私、ね、ちょっと寝てたんですけどもその間にもう配ってたみたい、というかもうめちゃめちゃ眠い、うん、というわけでちょっとあの全てあの機内食せっかくなんでもらおうかなと思います。もらえるから。はい、ということで優しくいただけました。ドリンク後で持ってきてくれるということで、はい、このような感じでしっかりあれですね、出るんですね。チキンかパスタかっていうので、あのもうチキンをお願いしちゃいました。
わ、結構がっつりだな。美味しそうです。深夜2時の食事でございます。まあこれはねきついで、今回はまあね50ドル払ってこの前方座席やったんで、まあ楽ですね、やっぱりね。なんかビビンパンのような感じの、ね、ほうれん草とか、あと、あでも美味しいですね。まあビジネスクラスはもっと多分しっかりした食事出てるんで、まあでも食事はもうもらわずに寝てる人ももちろんいらっしゃいます。私も多分言わなければそのままもう多分ね、スルーだったと思います。というわけでまあ食事も、まあ、もちろんしっかり出てるという感じですね、羽田便も。はい、ということで食事も食べたらあとはもう寝るだけですね。残りまだ2時間ぐらいあると思います。もう結構揺れるわ。最近はちょっとあの、ね、飛行機であの乱気流で、ね、事故もあのシンガポール航空でありましたし、ね、ちょっとしっかり真っ白で、はい、あのまあ3列、まあねまあ、3列席あるんでうまくちょっと寝たいと思います。ということで、もうあっという間ですね。寝てたら食べて、寝てたら着きそうみたいな感じで寝足りないです。というわけで、まあでももうなんか、ね、着くみたいなアナウンスがあるんで、ね、と準備しておきましょう。まあ、日本語を喋る方がいらっしゃるので、ね、日本のアナウンスもあるとは思うんですけど、今回はもう英語オンリーですね。はい、それではグアムが見えてきましたね。まだまだ日が出てるかなとは思ったんですけども、お家とかそんなことはなかったですね。はい、それではあのほとんどもう眠い状態でございますけれども、グアムに到着でございます。Have a day. Welcome to Guam, where the local time is 4:37 a.m. Please stay comfortably seated until the seatbelt sign is off. グアムですね、まあ、なんかこの時間にあんま着こってないんで新鮮ですね。あ、眠い。はい、ということで、まあ、今回ねエコノミープラスでございましたけれども、まあ、人も少なくてね、うん、あのまあ、私の場合ちょっと寝てたんであのスルーされたんですけども、機内食も先に多分配られたと思うんで、まあ、そういった意味では価値ありましたね。まあ、満席だったらねあんまりちょっと旨味はないかもしれないですけども、いやいいと思います。まあ、でもちょっとあんま早く出るもあれなんで、ちょっともうちょっと待っとくか。まあ現地時間で1時間の時差なんで4時43分ですけども、日本だと今3時43分なんですよね。本当に3時間半とかのわずかなフライトなんで、眠いです。全然寝れてないです。あの機内食食べた時間とかも考えると。わあすごい。あでもこの時間でも待ってる人がいるんで、このフライトはどこに行くのかな。
はい、ということで無事入国できました。なんかあるね、いろんな文化の紹介みたいな感じですかね。よし。あ、でもね、朝はね全然ねこの便しかなかったんで、すぐ入国できました。ということで、じゃあ荷物受け取ります。マクドナルドが24時間オープンということで、最悪マクドナルドに逃げ込めばっていう感じですね。というので朝、はい、5時の到着ロビーの様子です。まあね、日中だとね結構ね、もうここに全部ツアーとか固まってるんで、人もたくさんって感じなんですけど、さすがに5時となると、レンタカーの方もいらっしゃいますね。あ、そこへ、ここも一応いらっしゃるね。ただ多分グアムってコンビニがないんだよね。めっちゃ今喉渇いてるけど。あと両替とかもやってないですね。いう感じなんで、まあ両替とかは日本とかでした方がいいと思います。キャッシングはできるとは思いますけども。まあ、ちょっと外出てみましょうか。めちゃめちゃ暖かいですね。というので、本当に湿度も高くて、全然羽田空港とは雰囲気がガラッと変わります。あ、でも気持ちいいですねこれね。というわけで到着でございます。無事ですね、グアムに到着いたしました。いや、このね羽田便は結構待ち望んでた方が多いんではないでしょうか。というので、まあ、こんなね時間に着くんで、本当にもう弾丸で、下手したら日帰りもできるかもしれないね、体力あれば。だって夜の便になりますんでね、まあちょこっと来て、まあ泳いでね、ご飯食べて帰るっていうのもありか、まあ沖縄日帰りみたいなちょっと軽い乗りで、ね、行けそうなフライトスケジュールですね。ということで、ぜひまあ皆さんもね、よかったらこれに乗ってみて、来てはどうでしょうかっていう感じでございますけども、ちょっとただね、本当にもう3時間半ぐらいしかないんで、子連れの旅行っていうのはちょっと厳しそうかなっていうような、個人的にはちょっと思いました。これだと成田空港まで行って日中のフライト乗った方が無難かなみたいな、やっぱり寝る時間が少なすぎるということもありまして、まあそれはちょっとお子さんの状況にもよるという感じになるとは思いますけれども、まあ次回はね、ちょっとグアム、まあこう軽くちょっとまあね見るような感じの動画になっているとは思いますけれども、そこでまあなんか来た目的みたいな、そういったところもちょっと一緒に、ね、話せればいいなというふうに思っております。ということで、まあ、こんな感じで、ね、羽田空港からグアム来れるようになっておりますので、このフライトはね5月からねスタートしておりますので、ぜひ皆さん乗ってみてください。ということで、こんな感じで、ね、一旦動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではバイバイ。グッ。